秋武美子でございました。はい、はい、秋田市中心市街地の話題をお届けする街中応援委員会、2つ目の話題はこちら。たまには秋田で吹きたいよ、中島直哉のトランペットコンサート、トランペット奏者中島直哉さんということで、アトリオン4階ミニコンサートホールで開催されるトランペットコンサートの告知を兼ねて中島直哉さんにお越しいただきました。はい、はい、本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速秋田県民歌を吹いてもらったんですけども、はい、歌いたくなりますね、花ちゃんね、うん、歌ってもよかったんですけどね、はい、素晴らしいですね。ありがとうございます。はい、では早速中島さんのプロフィールご紹介します。はい、1989年9月、秋田市生まれ、秋田市立外旭川中学校でトランペットを始めるということで、はい、我らが小野花子先輩と、はい、先輩、はい、私も外旭川中学校古い方、新しい方、あの墓場の近くな。そうですね。あ、今の、はい、はい、あそこみんなもう私たちの外旭川の墓だから。でもね、あの学校できてから、ね、まあもう道路も良くなったし、あの周りも良くなったし、まあ大変だったんだ、ぎっちゃぎっちゃで。あ、そうなんです。でもすごいいいところ。はい、いいところです。あ、そうですか。はい、まあなんぼこんたん違うな。どうすか、同じくらいじゃん。なんつってね。どうもね、はい、嬉しいですね。外旭川中学校ということで、はい、はい。そして山形大学地域教育文化学部に進学し、その後東京芸術大学音楽学部別科に進学。卒業と同時に大阪シオンウィンドオーケストラに入団。現在は演奏の仕事のほか、大阪府立夕日が丘高等学校音楽科非常勤講師、西宮市吹奏楽団指導員、ドルチェミュージックアカデミー大阪講師にて講師の指導に当たるということで、すごいですね、うん、音楽人生を、うん、我が外旭川中学校、外旭川すごい押すね、押すね、しかもトランペットだよ。トランペットって一番難しい、うん、あの私たちの時、うん、ブラスバンド時代は、はい、トランペットってのが一番この難しい、うん、の本当ブラスバンド懐かしいな懐かしいですか。花ちゃんもね、青春時代に思いを馳せてるところですけども大阪シオンウィンドオーケストラっていうのはどういったあれなんですか。吹奏楽団ですね、うん、あの吹奏楽のプロの団体で、うんうん、まあ40人から50人ぐらいで、うん、あのコンサートするような、はい、楽団でございます。はいはい、結構じゃ定期的にいろんなところでやってるんですね。はい、やってます。関西方面が多いですけれども、うん、つい先日あの盛岡と、宮城県の石巻の方でも公演があって、うんうん、その流れでそのまま秋田に帰ってきました。あ、 ありがとうございます、はい、本当にお忙しい中、中島さんが演奏している写真もあるということで、ちょっと見ていきましょうか。はい、はい、こちらですね、はい、あ、いますね、はい、後ろの方、はい、 あ、 いね、ありがとうございます。こういう丸もつくんですね。はい、あ、はいはい、あそこにもいますね。ちなみにこの指揮者は秋田出身の方です、うん、佐々木新平さんという、はい、総勢で言ったら今何人ぐらいメンバー。これ40人ぐらいですかね。はい、練習とかも結構大変ですよね。大変ですね。はい、パートが、うん、パートってこう一人一人のパートがあって、はい、そのプロの方ってその時の譜面でみんな合わせるんですよね。あ、そうです、そうです。すごいね、はい、うん、だから一人が、ね、うまくてもみんなとバランス取ってやらなきゃいけないから、そうです、ね、チーム戦なので一曲でないからね、はい、こうコンサートそうですね、何曲も、はい、すごい偉いと思う。一回例えばそういうコンサートやるってなったら何時間ぐらいやることになるんですか、大体。うん、合奏の練習、うん、全員で集まってやるのは、うん、大体多くて3日前から、うん、で1日4時間です。ヘロヘロになりますよね。そうですね。さすがに、はい、なるほど。中島さんがトランペットを始めたきっかけは。きっかけはですね、はい、まあ、あの小さい頃3歳か4歳ぐらいですかね、うん、あのお家の近くにあのもうほんと歩いて1分ぐらいのところにピアノ教室があって、うん、そこでずっとピアノ習っていて、うん、でそこに通ってたお姉様方が中学校でプラスバンドを始めてて、うん、その演奏をよく見に行ったりとかしてて、うん、そこで楽器にも興味をずっと持っていて、はい、それで
で中学校入ったらブラスバンドのなんか体験入部の時に覗きに行きまして、あと僕は小学校の時野球がすごく好きだったので、あの野球応援といったらやっぱトランペットだろうということで真っ先にトランペットのところに行きまして、はい、第一希望でなりました。はい、実際にその場で吹いてみてどうでした？あ、これやっぱいいなってなりました？いや、すごいかっこよかったんですけど音が鳴らない、うん、最初やっぱりプスッってこう全然音が鳴らなくて、ね、はい、吹くのがまずその一歩が大変だっていうふうには聞くんですけどね。こんなね、ちっちゃかったか。あ、そうです、そうです、このサイズです。でもね、はい、私まだブラーバーの時に大きかったのかな、もうちょっと長かったべかな。あ、昔はもうちょっと長かったはずだと。うん、そうなの、はい、こんなちっちゃいから、はい、うわーってこう響き出る音が出るのがこれやっぱりすごいよな。まあ、あんまりね、こう間近で見ることもないから、そう、一番のこう、いい楽器、うん、まあ、目立ちますね。そうだよね、はい、トランペットってね、やっぱりすごいな。ああ、ありがとうございます。まあ、その場でもうバッとやれるのがなんかまたかっこいいですよね。そうです、準備あんまりいらないです。これをこうスッて刺したらあと吹けます。あ、なんかね、木管楽器とかだといろいろ組み立てなきゃいけないんですけど、もうこのままいけます。これで3つしかなくて、これでこう指でこうドレミアゾラシを3つしか押すところがないんですけど、3つしかないですもんね。はい、これやってていいですかね。あ、ちょっとぜひぜひ、はい、あの、だいたい唇を震わせるんです、まずは。楽器じゃん。そうなんです。でこれをこのマウスピースというものにこう振動を伝えていくんです。はい、という感じで、これだけでも実は演奏できて、はあ、もう何でも演奏できるんです。これがチャルメラやらせんだよこれ。トランペットのチャルメラ。やるんですかね。いけます。ちょっとトランペットもないですけど、ちょっといいですか。わあ、いいわ。おいしいよ、おいしいよ。はい、ぜひぜひぜひ。食べに来てね。すごいっすね。響くから。で、それ唇でこう音程をこう変えるんですけど、それを。何も押さない状態でも、うん、唇の調整だけで、うん、で次押しても、次押すと、っていう感じでパターンでこう、はい、ドレミファソラシド半音階をこう作っていくんです。簡単にやってるけど、そう、ワルツが、ワルツ、ワルツ、今ワルツでだったすごい。いや、ちょっとベタで申し訳ないですけど、はい、ラピュタの、あ、ラピュタ、はい、あ、行きましょうか、行きましょうか、ちょっと、わー、嬉しいな、それはい、さすがに拍手上げますね。拍手がたくさんあって嬉しい。多分何千回と言われてきてると思うんですけども、やっぱトランペットで言えばね、やっぱあれをちょっと思い出しちゃうんで、いや、素晴らしいですね。はいはい、どうですか、中島さんが思うトランペットの魅力っていうのはどういうところにありますか？魅力、うん、魅力、とにかく目立つこれすごい大事ですね。いや、目立つ、はい、男ぶりもいいよな。男っぷり、あとは何でしょうね、うん、音が通る、あの、うん、歌よりもやっぱその思ってるものがこう、うん、もっと強く伝わるんじゃないかって思ってます。はい、存在感もあるしな、はい、あとはこのなんか力強い音とこう優しい音とか、うんうん、それもすごくトランペットの、はい、魅力かなと思ってます。はい、これ昔あのちょっと関東方面に住んでる時に、はい、いつもあの週末河原沿いに住んでたんですよ、はい、おじさんがトランペットを練習してるんですよ、はい、下手なんですよでもね、でもね、夕霧がこうちょっと沈むくらいにビーって下手なんだけど絵になっちゃうんですよ。絵になりますね。ちょっと見てる人もやっぱいるんですよ、こうやって絵になるんですよね。確かに絵になりますね本当、悪いけどさ、うん、普通そのなんていうの、サックスとか、はい、なんていうの、楽器大きいじゃないですか、はい、これって割とこうちっちゃい、ね、はい、うん、持ち運びとかも、ね、持ち運び便利、機内持ち込みもできます。そうですよね、だからいいんですよ。いいですね、いいです、うん、あ、そう、あ、はい、中の
ラカンの孫、うん、ラカンも一体来てますよ、ラカンさん、はい、今中島さん、はい、あ、そうそうそう、はい、こっち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 、僕のは大丈夫、はい、ではせっかくなのでもう一曲ちょっと演奏していただこうかなと思います、はいはい、続いてはどんな曲でしょうか。次はですね、はい、羽ばたけ秋田っ子という、羽ばたけ秋田っ子、はい、どなたか若い子ご存知な方いらっしゃいますかね、うん、ね、はい、なんか羽ばたけ秋田っ子いるから、はい、ちょっと今のその若い世代の子たちのその卒業式とかでは演奏されてるということで、はい、うん、僕もあの小学校の時歌ってて、成人式で集合した時にもそのあのなんだ、私立体育館ですかね、成人式の成人の集いでもその曲流れてみんなで歌ったりとかした曲なんですけど、はい、お嬢目にはちょっとまだ響いてない、お嬢目に秋田市の曲かもしれないですね、そうだよな、お嬢目にはちょっと響いてないですね、はい、では羽ばたけ秋田子を演奏したいと思います。知らないのにちょっと感動しちゃいますね。羽ばたけ秋田子いいな。羽ばたけ秋田子です、はい。ありがとうございます、はいはい。改めて今回の企画を紹介していただきたいんですけども、まあ、たまには秋田で吹きたいよ、はい、中島直哉のトランペットコンサートについてですけども、こちらなぜ開催しようと思ったんですか。大阪 の、はい、あのオーケストラの方に就職したので、うん、なかなかこう秋田で演奏する機会というのを自分でもちょっと作れずにいたので、うんうんうん、2017年に第1回目を、うん、あの始めまして、はいはいはい、で今ずっとこう続けてきてるんですけれども、うんうん、やっぱりこう、音楽をしているとやっぱお世話になった人たちに聞いてもらいたいっていう気持ちがあって、うん、まあ、大阪でも頑張って成長しているよっていう姿を、うん、まあ、はい、地元でこう、ね、披露できたらなと思って企画してやっております、うん、はい、やっぱ大阪って盛んでしょ、こういう、ね、あ、そうですね、吹奏楽のところは、はい、いや、すごいな、うん、音が透き通ってそうな、楽器だけでないよね、やっぱり自分だよね、はいはい、あともう息でこう、そうですよ、息という字は自分の心って書くと習いました。あのね、はい、息っていう字はですね、自分の心って書くんですよ、うん、はい、だな、はい、だな、はい、心を込めてね、はいはい、で前回はですね、コロナ禍のためオンラインで公開したということで、はい、そちらの映像をご覧ください。はい、会場はどちらで？あ、こちらは大阪のホールで、うん、撮らせていただいて、うん、まあ、秋田でちょっと、ね、コロナでなかなか県外の人も帰るような空気もなかったので、
大阪のホールを自分で借りて無観客で配信コンサートということで収録させていただきました、はい、また違った反響あったんじゃないですか。そうですね、なかなか大阪に来て演奏会聞けないっていう人とかにからも連絡いただいたりとか、結構あ久しぶりに中島のトランペット聞けたという感じで、まあ、本当はね生演奏を届けられたら一番いいんですけど、まあ、こういう形でも、はいはい、秋田の皆さんに聞いていただけて本当にいい機会だったなと思います。足を止めずにねこうやってきてるということですね、はい、今回のコンサート内容と演奏メンバーのご紹介をぜひお願いします。はい、はい、今回はですね、はい、僕の年が同じなトランペット奏者の田尻大輝さんという、うん、ソロで活動している人なんですけれども、うん、彼を交えてトランペットソロもあったり、うん、2人で吹くデュエット、あとはピアノも交えて3人で演奏したり、うん、バッハの作品から、田尻さんも曲を書くので田尻さんの曲も演奏しようかなと思ってます。はい、あとは今回ピアノの、大野光平さんをお迎えして、うん、コヘマルという名前で YouTube チャンネルとかもやってる、うん、すごく人気のピアニストなので、うん、ぜひ検索して見てみてください。豪華セッションですね、はいはい、それでは今回のコンサートメンバーでもある田尻さんの曲を、最後に、はい、お願いしたいと思います。はい、曲どんな曲でしょうか。ただいまお帰りという曲で、すごく優しい曲ですね、はいはい、ちょうど秋田に帰ってきたのでただいまっていう気持ちと、皆さんからお帰りって言ってもらえるような、うん、思いを込めて演奏したいと思います。はい、今回はトランペットとちょっと形が違うんですけど、フリューゲルホルンというちょっとこう巻きも緩やかでベルもすごい大きいんですけど、はい、この音色の違いも楽しんでいただけたらなと思います。はい、まただいぶ音色が変わりますね。最後、はい、おかえり、あ、そんな感じです。そうです、ただいま、はい、おかえりです。 ありがとうございます。最後に中島さんから、視聴者の皆さんにメッセージをぜひお願いします。はい、普段大阪の方で活動してるんですけれども、秋田でも演奏機会がありますので、SNS 等で宣伝していきますので、うん、ぜひコンサートに足を運んでいただけたらなと思います。ちなみに明日のチケットもあと10枚か20枚ぐらい残ってますので、うん、当日券も出せると思います。はい、ぜひ会場でお待ちしております。はい、ありがとうございます。はい、最後にちょっと
花ちゃんとコラボなんてお願いしてもいいですかね。いいんですかね。すいません、ぜひ一回このトランペットで民謡を歌ってみたい。はい、トランペットで民謡を歌ってみたい。ちょっとじゃあ、ドンパン節を。ドンパン節でいいですか。ドはい、じゃちょっといきますか。はい、ドからね。はい、いきますよ。はい、お願いします。はい、のドンドンパンパンドンパンドンドパンパドンドパンパドンパンパン、もう一回ドンドンパンパンドンパンパン。本日トランペット奏者中島直哉さんにお越しいただきました。しなちゃん、明日も生放送でお会いしましょう。さよなら。ドンドパンパドンド